おはよう。ジャン君、ポンちゃん、朝ごはんの順番待ちです。ポンちゃん、かわいい。待ってんの。かわいい。はい。えらいね。二人で乗れるようにした方がいいのかな。前は二人でも乗ってたんだけどね。ポンちゃん、ポンちゃん、順番空きましたよ。喜んでる場合ですか。あ、どいてってやられちゃった。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、会いたいよ。会いたいよ。はい。ご飯食べてください。どうぞ。そっちかい。おトイレだの。はい、ジャン君、おはよう。ジャン君。ジャン君、ジャン君、この電源コード何だと思う？これはこのまんまこのカメラにつながっています。初めて、コードから電源を、取ってですね、バッテリーではなく、今撮影しています。こんなの最初からやっとけばよかったね。これ1100円でした。1100円ぐらい最初にパックの中に入れておけばよかった。もう 4,5 年経ってます。で、バッテリーじゃなくこれを取れるようにしているのは、今週の土曜日、来週の土曜日ですね、のフォークソング同好会の発表会、それの撮影を、頼まれてもないのに毎回やっています。それをやるにあたってバッテリー交換を頻繁にやっていたのをこれでやらなくて済みます。ただし、広い会場なので、こう電源コードね、これが2メーターぐらいしかなくって、これ自体は 1.5 メーターぐらいですかね。で、これを延長する、まあ差し込み口1個でいいので、そのコードはどっかからちょっと入手しないとな。3メートルだとちょっと心もとないかな。結構広いんだよね。5メートルプラス2メートル、7メートル。これは地面から三脚までの高さに、使われるので7メートルか。どのぐらいかな、あの横幅どのぐらいかな。はい、ちょっとなんか考えなきゃということでした。